頭痛い。え？私ね、酔っ払うとすごく頭痛くなっちゃう。本当？大丈夫？送ってから。あ、絶対ですよ。はい。恋人置いて帰っちゃダメですからね。はい。お、大丈夫？どうぞ。あ、お邪魔します。ね、あ、どうも、ありがとう。ねえ、頭痛いんだったら薬飲んだ方がいいんじゃない？あ、大丈夫。本当？うん。大輔さんとね、もうちょっと一緒にいたかったから、ちょっと大げさに言っちゃっただけだから。あれ、しょうがねえやつ。ね、あ、でも誤解しないでくださいね。私、男の人にいつもこんな風じゃないから。うん。この頃、なんかどうかしちゃってるの。それに、大輔さんだから。大輔さん、優しいし。偽の恋人同士じゃなくて、大輔さんとだったら、本当の恋人同士にだって。私やっぱり酔っ払ってるから、あ、コーヒーかなんかありますね。あ、サンキュー。ゆきちゃん、大丈夫？大輔さん。やっぱりさ、こういうのよくないと思うんだ。ゆきちゃんさ、トロルとうまくいかないんで寂しいんだよ。俺といるんだってその寂しさを埋めようとしてるんだよ。俺たちこれ以上なんかさ、お互い傷舐め合ってるみたいで惨めになるだけじゃん。お互いって？大輔さん、誰のこと言ってるの？律子さんのこと。ちょっとぐらい。付き合えてもう。いいじゃないもう。殿は帰ってきたんだ。下がれ。いやいや、ご機嫌でござりまする。ご機嫌じゃわしは。さて、どなたと飲んでまいられたのか。当ててみ、当ててみ。さあ、さあさあさあ。うん。うん。めぐみ様。外れじゃ。あ、めぐみ様でないとなると、はいよ。三浦の悦子様。よう当たったな。本当かよ。本当？まったよ、お前その顔。いや。お前もう悦子さんと辞めたんじゃなかったのか？うん、そうだけど、ただちょっと聞いてみただけだよ。そっか。よし、じゃあ俺寝るぞ。寝る？うん。なんで俺帰ってきたばっかしなのにさ、ちょっと付き合えよ。ちょっとだけだからさ。本当遅いもん俺。じゃあちょっとだけ、ちょっとだけ。分かった。じゃあ俺も寝る。お前こんな狭いところにお前みたいにでかいの。いいじゃん、いいじゃん、俺も寝てみたいんだ、ここに。きついから。あ、ローデキモちゃん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 、肩肩出会い、分かったよ。ローデキモはね、こっから退散する。あ、危ない。大丈夫だよ。お前やっぱり運動やっててよかったな。
助。あ？お前本当に悦子さんと辞めるつもりなのか？ん？そうなのか？うん。彼女のこと本当に忘れられる？なんでお前そんなこと聞くんだよ。いや。おやすみ。ちょっと田沢君。はい。これ誰書いたんだ。あ、それ高井さんだと思いますけど。ちょっと高井。はい。あ、そこね字違ってるからね字が。何ですかちょっとこれどうなんだ本当は。45とこれ54って書いてあるけど。え逆になってるじゃん。どっちが正しいんだ。45です。ちょっともう一回帰ってきて。すいません。こんな具合なんですけど、どうでしょう。いいですか。はい。わかりました。はい、どうも。ありがとうございます。どうも、こんにちは。はい。はい、どうも。たくさんのご苦労です。ありがとうございます。ちょっと5000円です。5000円いただいたらたまにございます。はい、ちょうどいい。じゃあ、はい、どうもありがとうございます。沢村さんが来てるなんて。いや俺も君が来るなんて。いらっしゃいませ。何になさいます。水あげください。はい。どうしてここに？いや、なんとなく。君は？私もなんとなく。初めて君と会ったのここだったね。君はこのカウンターの向こうで一人で飲んでタバコ吸ってた。あの日も雨が降ってた。うん。どうぞ。何言うのよ。あなたにはめ